人造人間18号の DB English 今日はあんたにリスニング力を上げるレッスンをしてやろうじゃないか。リスニングだと？そうだ、まずはこれだ。なんだ？読んでみろ。ん？何をさっきからジロジロ見てやがるんだ。そうだ、トランクスに言ったやつだ。あんたがトランクスに言ったセリフだ。そうだ。これを今から私が英語で言うから、なんて言ってるかはあんたは当てるんだ。なるほど、あんたの力が見てみたいわ。やってみてよ。いいだろう。 What are you looking at? あ？ What are you looking at? Why? あ？ What are you looking at? What's I looking at? あー、あんたなかなかいいかもしれないな。当たり前だ。 What と looking が聞き取れただけでもだいぶいい線が、いい線か、いい線いってるぞ。今私が言ったのは早すぎる。これなんだ。あ、What are you looking at? Looking at は分かった。そうなんだ。What are you looking at? なんだが、今私は What are you looking at? とは言っていない。言ってないな。What are you looking at? って言ったの。What are you looking at? そうだ。What are you looking at? 早すぎるだろ。早すぎるのではなく、What are you looking at? これは単語と単語がくっついて別の発音に変わっている。何？で、これをリエゾンって言うんだが。リエゾン？そうだ。なんかその地下アイドルみたいな名前は。いや、これフランス語らしいぞ。リエゾンっていうのか。本当は英語だとリンキンって言うんだが。リンキン。日本ではなぜかこのフランス語のリエゾンっていうのを言われてる。ああ。で、リスニングが苦手というやつには2種類いるんだ。何？1種類はそもそも英語ができないやつだ。戦闘力の低いやつ。戦闘力の低いやつだ。知らない単語私が言われても聞き取れない。当たり前だ。当たり前なんだが、意外とそういうやつがいるんだ。英語力が全然ないのにリスニング苦手なんだっていうやつがいるんだ。ほう。だ、そういうやつはまず修行し直してこいという話だ。なるほど。で、2つ目の種類が、英語力があるのに聞き取れないっていうやつは、このリエゾンを勉強するだけでちょっとリスニング力がアップする可能性が高いんだ。文法だけで覚えてるようなやつらだな。そうだ、だからこれは What are you looking at? って言うと思ってリスニングの修行をいくらしても What are you looking at? を聞き取れるようにはならないということだ。なるほど。そうだ、で今日はこのリエゾンというのを教えてやるぞ。そんなの無限にあるだろ、そんなパターン。今日は大まかな3パターン、3パターンを教えてやる。まずパターン1が、子音と母音のフュージョン。フュージョン。そうだ、合体。二度とごめんだ、あんなものは。こんなダサいポーズするなんてな。なかなか似合ってたぞ、ダサくて。似合ってるか。ダサくてってなんだ。そうだ。子音と母音のフュージョンで、例えばこんな。何？これさっき言ったやつだな。ああ、で、what のつ、つ。そう、と、あ。あ。つ、あがくっついて、たになるんだ。わかるか？ t と、わた。あ、そう、たの発音になる。ああ、で、looking、まあ g の発音はしないから、んの発音だな。うん、んとあがくっついて、あ、んになるんだな。そうだ、looking、ん、うん、んとあがくっついて、なの発音になる。な、looking な。そうだ、だからフュージョンすると、アンナップみたいな。あ、それだそれだ、それまさにリアさんのことは。ああ、で、what are you looking at? というふうな発音になる。What are you looking at?What are you looking at? そうだ、What? そうだな、ここだと単なってる。What are you looking at? これごと覚えるとむずいがな、これは。そう、リエゾンってリスニングしてるときにいちいち、あ、これ子音と母音だとか考えてるわけではないんだが、そらそうだ、こういう変化をするんだっていう知識があった上でリスニングの修行をするのとしないのとでは成長のスピードが違うから、なるほど、頭の片隅に入れておけという。ブロリーのように戦いの中で成長していけばいいんだな。そう、成長していけという話だ。いいだろう。そうだ、で、これ What are you looking at って言ったんだが、これ1個ポイントがある、この中に。なんだ。で、この T の発音なんだが、よくアメリカとかの地域ではこの T の発音がラリルレロに変化するんだ。何？ラリルレロに変化することがあって、だから What are you じゃなくて What are you。 あー、聞く聞くな。そうだ、What are you。 What are you。 そうで、結果、What are you looking at が、What are you looking at が、What are you looking at っていう。What are you looking at? そうだ。通じるのか今んで、What are you looking at? あ、通じるぞ。通じる。言ってみよう、What are you looking at? What are you looking at? あ、通じる、それで。通じるさ。パターン2だ。なんだ？今度は、子音と同じ
子音のフュージョンだ。またフュージョンか。例えば、さあ読んでみろ。言えないってのはどういうことだ。またトランクスじゃないか。そうだ。え ？What do you mean? You can't tell us. Tell us. あ、よくできたじゃないか。そうだ。子音プラス母音でテーラスに変化するんだ。で、今回は子音プラス同じ発音の子音。何？だから can't と can't tell の tell。ここ同じ。どうなるの？一個消えるんだ。消える？手前の方のこの t が消えるんだ。だから。can tell us に変化。can tell us。そうだ。can tell us。you can't tell us。you can't tell us。そうだ。you can't tell us と言わない。なるほど。母音と母音のフュージョン。またフュージョンか。そうだ。で、これは母音と母音が並ぶと、わとかやとかいう発音に変化するっていうルールがあるんだ。何？だからアルファベットで言うと W とか Y の発音に変化するっていうルールがある。例えば。私のセリフじゃないか。孫悟空の居場所を聞かないのか、うん、こいつはゲームなんだってやつだな。そうだ。You're not going to ask where 孫悟空 is。 これもさっき教えた母音プラス母音のどこだ。2箇所あるんだが見つけられるか。あ、to ask、 to ask。 そうだ。 to ask になる。 to ask。 他どこだ。え、どこだ。悟空う孫悟空のう。う is。 with。 悟空 with。 悟空 with。 そうだ。だから to ask where 孫悟空 is。 to ask where 孫悟空 is。 そうだ。っていう変化をするんだ。母音と母音が並ぶ。で、他にも典型的なリエゾンがこんなのがいっぱいある。なんだ。 did you とかもいちいち did you って言わない。あ、確かに。ちょっと練習すると。ああ。Did you? Did you? Don't you? Don't you? Ju? Ju? え？ Ju? そうだ、もう Do you とは言わない。私とかだともう Ju になる。Do you like sushi? Do you wanna go? とか言う。あ？ Do you like sushi? とか。Do you like sushi? そうだ。はあ。Ju。で、Going to はこれよく聞くだろ。Gonna とか Gonna。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 うん。劇場版のなんか雑魚みたいな。Gonna と Gonna。Gonna、gonna。 そうだ。で、want to も wanna とか wanna とか。wanna。 wanna はもうだって、wanna って N で書くやつあるだな。書くし、歌だ、光の歌とかでよく出てくるやろ。そうだね。wanna be とかもそうだが。wanna be。 そうだ。want to って書いてあっても wanna って読むんだ。もう読んじゃうんだな、じゃあ。読んじゃったり言っちゃったりする。wanna、wanna。 そうだ。で、kind of も kind of とか。be kind of みたいなやつ。あ、そうだ。kind of とか kind of。kind of。 そう、kind of。Be kinder。 そうだ。っていう風に変化する。なるほど。よく使うリエゾンかな、うん、さあ、じゃあ今日のおさらいをしようじゃないか。なんだ。さあ、うん、最後の課題だ。あ、これメカフリーダムだな。そうだ。あんたたちどういう目をしてんのよ。よくあんなのが見えるわね。What? What kind of? さっき出てきた、そう。What?What kind of, what kind of eyes do guy have? あ、まあ、kind を覚えてたのはよかったぞ。kind of eyes。 で、eyes だろ。ああ。で、ここの図と do you は do になるだろ。 I do。 そう、だからこの S が消えるから I do。 むず。 I do。 そう、what kind of?Eyes you guys have? What kind of eyes do you guys have? What kind of eyes do you guys have? そう、これ難しいね。What kind of eyes you guys have? What kind of eyes do you guys have? おぼ、言っちゃってないか。What kind of eyes do you guys have? ちょ、もう一回言え。What kind of eyes do you guys have? What kind of eyes do you guys have? これ、カタカナで書くと、What kind of?めちゃくちゃになってんだもん。What kind of eyes do you guys have? あ、言えたじゃないか。それ言えるな、これ読めば。バカにしやがって。言えたな。
ということで今日はリエゾンの勉強だ。ここまでか。そうだ、ここまでだ。まあ、全部こう頭の中でこの理論を分からなくてもこれが頭の片隅にあるとリスニングの修行をする。まあ、聞き取れればいいんだな、要は。そうだ、練習には役立ってくるぞというレッスンだった。いいだろう。やめときゃやめてもいいよ。私はやめるものには興味ないからね。ふざけるな。続きやんの？当たり前だ。そう来なくっちゃ。